はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。山陽山町の浜田です。はい、今日はまあオーダー会が終わりまして、お客様のオーダーの靴がわーっと上がってきて、でちょっと検品をしていたんですけど、もう出荷目前のタイミングで、いやこれ紹介したいよねっていう話になったんですよね、素晴らしい靴が、はい、あまりにも多すぎて、そうですね、紹介したいなというところで、まあ、多く上がってきている中でもお渡し終わってる方もいらっしゃると思うんですけど、厳選した28足を、はい、簡単にご紹介させていただく動画を撮りたいなというところで、急遽撮影をしているという感じでよろしいでしょうか。はい、よろしいです。はい、では早速ですけど、早速これはかなり特徴的な靴が多いので、皆さんぜひ、楽しんでいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速、はい、行きたいと思います。素晴らしい靴がまず並んでますね。うん、まずは、素材軸で話をしていこうかなというところで、素材縛りで今回は紹介していきます。はい、まず目の前にある4色が4足ね、4色4足ね、4色2色でしょ、どう見てもイタリアの、ロカド社のロカド、ミュージアムコードですね。はい、はい、1足1足簡単に、説明していこうかなというところで、じゃあまずは、こちらですね、兵庫郎木型が R2021S。 お、不安か合ってますのスリッポンのラストですね。少しボリュームのあるラストになってます。はい、まあ、一番の特徴はやっぱりこの革の、その存在感ですよね。存在感でしかない、うん、ミュージアム調の革ですし、まあ、デザインディティールとしても矢はずですね、矢はずコバになっているのと、うん、まあ、そういった実用的なところと、まあ、デザイン的なところを含めてですけど、ハーフラバーの仕様で最初からヴィンテージスチールをしているというところで、うん、履き始めのことも考えられた非常に、素晴らしい靴なのかなというところですね。でライニングも、これデュプイのライニングですねになっているので、クオリティ、見た目、実用性、兼ね揃えた一足なんではないでしょうか。素晴らしい、兵庫郎、はい、続きまして、はい、続きまして、こちらですね。今度こちらもローファー、リボンタッセルのカイジロー、ね、カイジロー、カイジローですね。で木型は先ほどと同じく R2021S を使っています。はい、で、まあ、なんといっても特徴は、リボンになっているタッセルですね。かわいいですね。そのかなりインパクトがある、素材もそうですけどデザイン的にもインパクトのある素材になってますし、こちらのタイプはカジュアル仕様になってますね。ダブルベルトになってます。でソールは、半カラスの仕上げになってますね。フレキシブルグッドイヤーっていうところで、履き始めから柔らかいですけど、素材の、存在感も含めて、こちらもどういったシチュエーションで履くのか非常に楽しみです。うん、海辺とかですごく良さそう。海にコードマンは元気です、はい、ナイスツッコミありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ホールカット、はい、いいですね。やっぱり次はですね、ホールカット、はい、ユーイチローですね。はい、202じゃないですね2010 、はい、マスターラスを使っているタイプです。でこのコードバンがやっぱ一番生きるデザインってホールカットなんですけど、そうでしょうね。やっぱこのムラ感も大きく出ますし、存在感半端じゃないっていうところですね。でこちらに関しても、コバが矢はず仕上げになっているので、矢はずのコバで少しエレガントな雰囲気も、相まっているようなデザインとなります。でこちらはつま先が、ラバーで補強されているようなタイプですね。まあ、かなり皆さんやっぱり履き始めのことをしっかりと考えてオーダーをいただいているのかなっていうところで、雄一郎、これもグリーンですねえ、大丈夫いける、グリーンです。まだいっぱいあるけど、やっぱこだわってらっしゃる方は履き始めからきっちり補強するところは補強するっていうのが、もうこの4足だけでも共通して見えますね。そうですね。はい、で次続いて、またも雄一郎、はい、ですね、2010ですね。で今度は色違い、はい、ネイビーブルーですか。ネイビーブルー、はい、靴になると非常にいい雰囲気が出てますね。やっぱりね、かっこいいよなその色。で、まあ、先ほども申し上げた通り、存在感のあるこのコードバンの素材が、靴のデザインにかなりマッチしているような印象ですね。でこちらのお客様も、矢はず仕上
な感じって形になっているので、やっぱホールカットってやっぱりこうドレッシーなイメージがある中で、皆さんやはずを選びいただいていて、やっぱこうデザインにマッチしている、オプションですね、仕立てっていうような形になっているのかなというふうに思います。でこちらもハーフラバーとヴィンテージシールということで、履き始めの、いわゆる補強といったところも、きちんと行えているような一足ですね。素晴らしい。すごいですね、4足とも何かしら、ね、きちんと周りやってますね、はい、これはやってなかったねそれフレキシブルか、あれでも基本大体フレキシブルだったんですね、うん、そうですね。で、まあ、靴の出来上がりだけだと分かんないんですけども、製法っていうのもフレキシブルグッドイヤーだったりグッドイヤーだったり、まあ、はたまた首仕立てだったりっていうところで、皆さんの思いが詰まっている一足になりますので、まずは、ロカード社のコードなんですね、はい、このミュージアム調のコード版が存在感が半端じゃないっていうことが改めてお伝えできたんじゃないかなというところで、次の素材に行きましょう。はい、次行きましょう。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、ここは存在感のある存在感しかない3足が、並んでおります、はい、片押しは片押しなんですけども、幻のレザーと呼ばれるロシアンカーフ、なんか今は海の底にあるっていう話ですね。それ幻ってやつですね見てたなんですけど、そちらを、復刻した復刻、ベイカー社のボリンカレザーですね。あ、ベイカー社なんだ、ボリンカ。ベイカー社ですねの、ボリンカレザー、はい、まあ、ロシアンカーフのこの片押しの型ですねがやっぱ特徴的なのと、非常になめし段階でも、油分が豊富に含まれているタイプの革になります。でこちらのデザインはホールカットの雄一郎にボリンカレザーを採用していただいております。でこちらのお客様はアウトソールもラバーソールにしていて、比較的デイリーに履きたいというふうにおっしゃっていたお客様の靴ですね。でライニングもデュプリのライニングになっていて、まあ、なんといってもやっぱり素材の革のこの存在感ですよね。履き込んでいったエイジングが非常に楽しみだなっていうところと、ね、あと、まあ、比較的油分が多く入っているので、油分が抜けてきた時に色がちょっと明るくなっていくのかなっていうところで、まあ、そのエイジング、まあ、油分の足し方だったりクリームの入れ方だったりっていうのも楽しめる、靴なのかなっていう素材なのかなっていうところですね、ボリンカレザーを採用してます雄一郎ですね。では続きまして、はい、同じくボリンカレザーの、革を使用した、タイノスケ、タイノスケサイドモンクですね。かっこいいな、はい、非常におしゃれ上級者な靴が出来上がってるんじゃないかなっていうところです。いいでアウトソールもこれはベイカーですね、はい、でナチュラルな仕上げになっています。でやっぱこの革多分スワッチで見ていただいているよりもちょっと濃いめ、クリームをしっかり最後、無色のクリームを入れてるんですけど、色を吸って濃くなってるので非常に合わせのしやすい、革なのかな、色味なのかなっていうところですけど、なんでしょうね、やっぱ存在感ありますよね。いやもう圧倒的存在感です、なんかコードバンとは違う存在感ですよね。そうですね、コードバンはなんていうんですかね、本当ツヤっとした、光り方っていうのちょっと対極にいるというか、ラギットというかこう武骨というか、そうですね、でも上品なんですよね、何なんだろうな、何なんだろうなということで、ボリンカレザーですね。ちゃんとパクるじゃん、はいすごいですね、本当履いてるところにお会いしたいですよね、うん、でもなんか普通にデニムとかで履いてもかっこいいですよね、うん、デニムのパン、もちろんスーツもそうですけど、その素材の背景を語り出すとなんかすんげえ素材なんだなってなるんですけど、片押しの革は片押しの革なので、そんなにこうなんかコーディネートが急に難しくなるとかそういうのはないのかなっていうところですよね。で、最後にもう一足、黒、はい、ボリンカレザーの黒ですね。そして勘三郎、はい、そして勘三郎やばですねを作ってます。黒に関しては急遽手に入ったので一足だけオーダーをいただいているような感じなので、次回以降少し余剰が出るんじゃないかなとは思ってるんですけども。あんまり入ってこないんですか、そもそも黒って。
時と場合にチャイム超ドンピシャリやん、ピーって感じでなってちょっとストップで黒のボリンカレザーを採用している、はい、勘三郎ですね。勘三郎で仕様としてはフレキシブルグッドイヤーで、コバがヤハズコバでハーフラバーを施しているようなデザイン、オーダーとなってます、うん。まあ、やっぱり存在感ですね、革の存在感で、革しっかり厚みがやっぱりあるので、なんていうんですかね、ちょっとふっくらしたというか、うん、タフな印象がプラスされてるのかなっていうところですね。でこの革にスキンステッチ、職人さんすごいです。できるんですね、うん、なんか厚みはあるんで多分針は通しやすいんだろうなと思ったんですけど、そもそもちょっと厚くて硬いので、うん、相当力が必要なんじゃないかなっていうところで、それをこのだけ綺麗にやっていただいている、素晴らしいですね。さすがっすね。はい、ボリンカレザーを採用している、勘三郎、ボリンカの黒ですね。なんかもうほぼ匠勘三郎みたいな感じです。フレキシブル、それシームレス？勘三郎、はい。シームレスではありません。あ、違うんだ。はい。っていうところで、この3足はなかなかいや、俺らも見ないよ。はい、見ることができない3足なのかなっていうところですね、うん、でデザインも三者三様、はい、はい、プレーン、プレーン、一緒じゃんなんでつま先言っちゃうの、プレーン、サイドモンクって言えばいいじゃん。ホールカット、サイドモンク、はい、U チップですね。で木型も2010309とバランスよく、はい、ご紹介ができているのかなっていうところで、ということで、ベイカー社のボリンカレザー編、ボリンカレザー編でした、はいはい。では続きまして、続きまして、スエード編ですね。またこう特徴的な靴が並んでますけど、スエードってやっぱ既製靴で少ないから靴あんまりねこう見ることないんですけど、うん、出来上がってる靴見るとやっぱスエードいいなって思っちゃいますよね。浜田さんよく履いてますもんね、スエード。そうですね、スエードはまあ実際メンテナンスも楽ですし、雨なんかでも気軽に履いていただけるので非常に履きやすいと僕は思ってよくおすすめをしているような素材ですね、うん。じゃあ一つ一つ見ていきますか。はい、見ていきましょう、はい。じゃあまず、はい、黒の、スエードですね、イタリアのチャールズ・エフステッド社のヤヌスカーフ、最高級スエードというふうに言われているような素材のブラックを使用した、U イチローですね。でやっぱりホールカットエレガントなデザインなんですけど、スエードになると少しこうカジュアルな印象も相まって、うん、非常に、可愛らしいというか雰囲気のある靴が出来上がっているのかなっていうところで、パッと見非常に雰囲気のあるとこなんですけど、何か違うなと思ったんですけど、これ首仕立てですね。はい、首仕立てなので靴が出来上がった時のこのちょっと締まった感じ、ずっと眺めてたら分かるようになります。ウエストの絞りが半端ないですね、うん。なんでそうなるかっていうと、やっぱこう木型にこう釣り込まれてる時間が一つ一つ手でやってる分長いんですよね。意図せず長くなるっていうところで、木型のラインがほぼ手作業なの、木型のラインがしっかり出ているので、こうグッと締まったような印象になる、靴ですね。でこちらのタイプも、ヤハズ仕立てのコバの仕上げになってますね、クロススエード、ヤヌスカーフを使用した U イチローですね。ブラックスエードいいですね、本当いい靴。はい、で次が、こちらも同じくチャールズ・エフステッド社の、スーパーバッグのネイビーですね、はい、を使用したシューサブロー、シューサブロー、ウィングベルトローファー、合ってますか。合ってます。ワシサブローと書いてシューサブロー、ワシと書いてシューサブローですね。合ってますかって自分企画でしょ、はい、名前が多すぎてね、ちょっとなかなか分かんなくなる時があるんですけどでこちらに関しても、すんごい締まった印象あるなと思ったら、やっぱり首仕立て、はい、そちらも首仕立てです、はい。でまあ、デザインの特徴としては本当カジュアルに履いていただける、デザインなのかなっていうところなんですけど、ソールはやっぱりこだわりのレザーソールですね。で結構珍しいデザインなので、こうパッと見の印象も強いですし、普段こう既製靴ではなかなかお会いできないようなものを、そしてスエードっていうデザインでお作りいただいている、カジュアルなローファーのシューサブローですね。シューサブロー、はい、でも首仕立てすんごい木型のライン出てます。すげー美しい、かっこいい、はい、はい、次が、はい、
同じくネイビーなんですけども、アリカンテですね。アリカンテの、ヤンキーブルーっていう、ヤンキーブルー、はい、色名なんですけども、の素材を使用した、これはジュゴロウですか。ジュゴロウです。いじりすぎてて原型がとどまってません。ジュゴロウですね。外羽のセミブローグ、はい、でこちらのやっぱり一番の特徴は、小羽周りですね、ストームウェルトと呼ばれる少しカジュアルな、印象になっているようなウェルトになってまして、うん、360度ぐるっとグッドイヤーがかかっているような形で、少しここ底面にボリュームが出ているのが特徴なのかなっていうところですね。でアウトソールも、ダイナイトですね。ダイナイトのラバーソールを使用させていただいていて、であとはハトメなんかも表に、少しアンチックゴールドっぽい、ハトメが出ていて、これもまたカジュアルな印象を、つけてるのかなっていうところの靴になります。なんかお客様が履くシーンがなんとなくこう想像できそうな、本当カジュアルに履きたいんだろうなっていうようなところと、あとはこのネイビーブルーっていう色、ヤンキーブルーですね、ヤンキーブルー、はい、っていう色が、非常にいい一足なのかなっていうところで、外バネのセミブルー、ジュゴロー、シューレースもネイビーなのいいですね。はい、これはお客様こだわりのポイントだったと記憶しております。浜田さんが探してきたんですか。次行きましょう。続きまして、はい、続きまして、こちらもヤヌスカーフ、チャールズ・エフステッド社のヤヌスカーフの、これダークブラウンかな、はい、ダークブラウン、はい、利用使用した、周一郎、周一郎シングルモンクですね。サインアマチュアシングルモンク、シングルモンク、はい、シングルモンクには周っていう文字をよく使ってるんですけど、周一郎だったり周五郎だったり周周五郎だったり周一郎、周八郎とか周八郎もありますね、はい、っていうあのデザインがあるんですけども、こちらのデザインのポイントは、ベルトが結構サイドに、流れるような、形になっています。で非常にこうスエードの素材とでシングルモンクのデザインっていうのが相性がいいですし、オンオフどちらも履けそうな、仕上がりなのかなっていうところですね。でアウトソールはレザーソールで、こちらのお客さんヴィンテージ、ヴィンテージ、そうですね、やっぱりつま先の補強が一番こう、まあ、履き始め安心して履けるっていうところもあるのかなっていうので、まあ、スタッフもそうですけどお客様もやっぱりこうスチールつけてくださいっていう方が多いのかなっていうところで、周一郎ですね。でライニングもデュプイの、ナチュラルのライニングを使用しているので、アッパーの素材感とライニングの雰囲気もすごいこうマッチしているような、いいですね。ちょっと欲しくなる感じですね、うん、フレキシブルなので、履き始めもいっぱいこう履いてもらって全然大丈夫な感じですね。フレキシブルグッドイヤー周一郎、周一郎、周一郎、はい。でスエード編最後になりますかね、はい、コンビのデザインになります。オーダーっぽいな、はい、はい、非常に雰囲気ありますね。先ほどローファーでシュー、ワシっていう字が出てきたんですけども、こちらもウィングなのでワシという文字を使っていて、はい、シューロクローですね、はい、シューロクロー、はい、ウィングのフルブローグ、ウィングのフルブローグ2回言ってるね、どっちも一緒、はい、になります。でこのコンビの配色は、ラディカの、ブラウンですね、ブラックレンかな、これをミュージアムカーフですね、この村長の革と、ヤヌスの、ポロブラウンの2色を使用しているような、非常にこうなんていうんですかね、色のトーンがこうナチュラルに合っているような、雰囲気で、かなりおしゃれ上級者の靴なのかなっていうような気がしている一足です。でこちらはパターンオーダーならではで、左足の方は、まあ、幅張りをしていて、足にしっかりとなじませているような、バランスになっているので、お客様のこの歩行のお悩みなんかも解消できる一足になっているんじゃないかなっていうところですね。で、仕様に関しても矢はずこば入っているので、もうちょっとエレガントな雰囲気もありながら、このコンビのパターンですね、こだわりかなり詰まっている、デザインなのかなっていうところですね、まあ、あとはこの、ね、やっぱウィングだとこうピンキングなんかも少しカジュアルな装飾になっていて、雰囲気あっていいのかなと、改めてこうやって靴になってみるといいなという思える一足なのかなっていうところで、収録ロー、収録フルブローグですね。既製のやつとメダリオンもどうやら変えてるみたいです。メダリオンも変わってます。はい、いい靴だ。
いい靴ですね、はい、ここはまたちょっとこだわりのある、5足ですね、はい、だったのかなというふうに思います。で、まあ、掃除ってあれですね、デュプイのライニング使われている方やっぱ多いですかね。やっぱ履き心地が全然違うんですか。これは違います。僕も履いててやっぱ違うなって、何が違うんだろうってライニングかってなるぐらい違います。なるほど、なるほど、やっぱ大事なんですね。はい、大事ですね。まあ、長く履いた時の耐久性もそうですけど、履き始めのこう足当たりなんかもやっぱ違うのがデュプイのライニングなのかなっていうところで、まあ、ちょっとアッパーの素材に目が行きがちではありますが、実はほぼほぼデュプイのライニングを使われているっていうので、ライニングにもぜひ、皆さんこだわってみていただきたいなというところで、スウェード編以上でございます。はい、次行きましょう。続きまして、はい、はいはい、じゃあ続きまして、続きまして、シングル文句編ではないですねどこをどう見てそうなった片押し、片押し側、はい、片押し編ですね。片押しはやっぱちょっとカジュアルな印象の靴が多いのかなっていうところですけど、変わり種含めて、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはアース社ですね、はい、アースとかアースとか言いますけど、ユタカーフ、ユタカーフ、もうこれはオーダー買い、まあ、既製グッズ含めて、人気の革ですね、うん、ユタカーフのブラックを使用した、シングルモンクのスキンステッチですね。全パチロ、全パチロ、はい、このデザインやっぱかっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。でユタカーフの特徴はやっぱりこう油分をかなり豊富に含んでいるので、これ靴見た感じでもなんとなく伝わったら嬉しいんですけど、柔らかい印象になりますね、やっぱね。で履き味もめちゃくちゃ柔らかいんですよ、実は。やっぱそうなの、うん、なので履き心地もいいですし、で柔らかいのでシワなんかもそんなに気にならない、優しいシワが入るので、かなり実用的な革だなというふうに思っています。うん、で片押しの主張もそこまで強くないので、まあ本当ドレススタイルでもそんなに気にせず履いていただけるのかなっていうのがこのユタカーフの特徴。うん、でデザインに関しては、やっぱりこうスキンステッチですね、職人の技がしっかりと入っているデザインになってますし、ソールがこれラバーソールですね、ダイナイトのラバーソールですね、になっているので、本当履き始めからすごい履きやすい靴になってるんじゃないかなというふうに思ってます。そしてこれもしかしてラバーソールでスペードソールですか。はい、正解、スペードソールです。スペードソールですね。前だけ2枚になっていて、土踏まずが1枚っていうところで、少しこう前の方向ではカジュアルなボリュームを出しているっていうような、こだわりが入ってますね。なのでこちらのお客様はもしかしたらオンオフどっちも履きたいなっていう気持ちを込めてるのかなっていうふうに勝手に想像します。いやでもそんな感じしますよね。はい、でこちらもやっぱりデュプイのライニングでしたね、やっぱり。はい、っていうのがまずはユタカーフから始まった全パチローですね。はい、全パチロー。はい、次、周一郎ですね。周一郎、はい、これも2010の素材で、素材じゃねえ木型、木型で、はい、で素材は、これラスティーカーフのミルド、ラスティーカーフのミルド、ミルドっていうやつですね。でラスティーカーフは型の押し方によって名前が変わっていくような感じで、まあ、なんで型押しの名前ですね、ミルドっていうのはね。このちょっと本当消し棒っぽいような、細かい脂肪があるタイプはミルドっていう形になります。で、非常にソフトな素材でして、きっとこう履きやすさ重視の靴が欲しかったんだろうなっていうところで、ミルドを選んだのかなっていうふうに思います。うん、その素材のローファー浜田さん履いてませんでしたっけ。履いてないですね。履いてないですね。はい、履いてないです。既製品でもカジュアルな仕様で使ったことのある素材になりますね。あ、そっちだそっちだ。はい、で、まあ、デザインの特徴はやっぱりこの周一郎、外側に流れるような、ベルトの付き方ですね、シングルモンクで。こちらのお客様はオリジナルのラバーソールを、使用していただいていて、アッパーの柔らかさと底回りもラバーなので履き始めから多少柔らかいっていうところで、実用性も兼ねた、一足になっているのかなっていうところですね。で、まあ、柔らかい素材だとか薄い素材を使うと、どうしても芯のところなんかは少しこう最初は当たりが出るというか気になるんですけど、これ履いていくと全然気にならなくもなるので、素材選びの時もそこまで気を使う必要がないのかなっていうところで、ラスティーカーフのミルドを使用した周一郎ですね。周一郎、はい、それもフレキシブルですね。フレキシブルグッドイヤーなので、やっぱ柔らかい素材、柔らかい底材で、あとやっぱ製法も柔らかくしたいよねっていうところですかね。
あのどうしてもアッパーの素材が柔らかくて履き始め硬いとちょっとこうそこにギャップが生まれるんで、上柔らかいのに下硬いみたいな、ちょっとこう履き心地難しいなっていうのがあの履き始めあるんですけど、そのそういうところはやっぱフレキシブルグッドイヤーは解消してくれるポイントなのかなっていうところで、あの非常にいいバランスで靴を作っていただいているような感じですかね。はいはい、で次かなり存在感がある存在感って歌ありそうですね。すごいなんか普通の言葉で噛むっていうね普通のこと喋ってる方が結構滑らかに喋れるっていう。いやさっきシュングル文句っつってた、まあ、ほぼ正解だけどねはい、じゃあ次ですね、はい、こちらもスキンステッチのブーツですね。はい、11ロー。はい、で既成靴で過去にやったこともあるんですけど、その時は、はい、11ローに関しては比較的エレガントな、靴なんですけども、こちらに関しては、底周りがストームウェルトになっていて、うん、ちょっとボリュームを持たせてカジュアルな印象も、持たせているタイプで、アッパーに使っている革が、アース社のダービーですね。ダービー、はい、あの肩押しなんですけど、かなり上品な肩押しですね。これカバンとか革小物とかにも使われるような素材なので、あの非常にこう上品な仕上がりなのかなっていうところなんですけど、そこ周りこのカジュアルな仕様で、結構汎用性高そうな仕上がりになってるのかなっていうところになります。うん、で11ローに関しては、スキンステッチもそうですし、シームレス、これだけ距離の長いシームレスっていうのもこれだけ綺麗に、仕上げるのはやっぱ職人の腕の見せ所かなっていうところになります。で底材に関してはこれビブラムのラバーソールを、採用してますんで、あのガシガシ入っていただけるような、仕様なのかなっていうところで、スキンステッチのブーツの11ローなんですけど、少しカジュアルに、カジュアルダウンしたような靴の印象かなっていうところで、うん、オーダーならではですね。いい靴だ。はい、かっこいいですね。うん、はい、じゃあ続きまして、はい、ひときわ目立つ、ね、これその時点で分かんない一足がまたすごい革を使った一足ですね。はい、こちらのデザインは、匠元禄郎かな。はい、匠元禄郎です。はい、で素材ですね、やっぱりこれは、うん、姫路の黒山革、姫路黒山革、黒山革、黒山革、革、はい、ですね。漆が日本の素材なんだ。日本の素材ですよね、姫路だからね、当たり前ですけどね。はい、続きまして、はい、今突っ込もうとする顔してたからまあ姫路なので日本の素材なんですけど、だからほら、はい、これグリーンですね。グリーンで、でこう少しこう伝わるかな、光沢というかツヤ感があるんですけど、これに関しては漆を手植えしてるっていう非常にあの手の込んだ、革になってます。でこちら靴ですね、これ6、ちょっと小さめのサイズになるんですけど、やっぱすごい可愛く見えますね。でグリーンも特徴も相まって、非常に雰囲気のある、うん、まあもう誰がどう見てもオーダーの靴でしょっていうような、あつらえた靴ですねっていうような仕上がりになってるのかなというふうに思います。でこれも製法フレキシブルグッドイヤーですかね。はい、でつま先ヴィンテージシールでしっかりと補強されていて、あの、まあ、やっぱこう素材の特徴ですね、やっぱこう履いてるとこぜひあの、ね、履いて売り場に来ていただきたいですよね。あ、本当ね、うん、そうですよね。見たいスタイリングも含めて浜田さん、どんなスタイリングに合わせますか。あの姫路の黒山革を使用した、匠元禄郎ですね。ちゃんと無視するじゃん。はい、やっぱ片押しでもやっぱりこういろいろとあの単純に型を知ってってもね、やっぱ全然型の押し方とか、フィニッシュの仕方、まあ、あとは色味含めて全然違う雰囲気が出るのかなっていうところで、あの型押しの革も、結構バリエーション豊富に用意してたんですけど、うん、年々人気が出てきてるのかなと、まあ、やっぱカジュアル志向の方がちょっと増えてきてるのかなっていうのも一つ要因なのかなと思うんですけど、あの多くオーダーをいただけるようになっているので、まあ、今後もいろんなバリエーションを増やしていきたいなと思う、カテゴリーですね。じゃあ来シーズンも楽しみですね。来シーズンも楽しみにしておいていただけたらなというふうに思いますけど、まあ、来シーズンっていつなんだっていう話ですけどね。9月以降ですね。はい、ということで片押しの革、4足ご紹介させていただきました。はい、はい、次行きましょう。次行きましょう。はい、俺が噛んじゃった。
はい、じゃあ続きまして、はい、ストレートチップ編、はい、ブランドの顔ですね、はい、顔で、パターンオーダーでストレートチップって思う方いらっしゃると思うんですけど、一番多いですやっぱり山陽山町といえば、ストレートチップ、はい、っていうところを、まあ、一つ一つ、仕様の違いもありますし、こだわりのポイントもあるので、その辺をお伝えできればなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、では早速、はい、こちらですね、友次郎ストレートチップ山陽山町の代表モデルですね、はい、でこちらのモデルに関してはアッパーがアースのボーシューベルニっていう、はい、黒光りしているような、ブラックの革を使用していただいていて、既成靴と何が違うのっていうところでいくと、製法がクブ仕立てになってます。出ました、クブ仕立て、はい、でクブだとやっぱりこうしっかり木型のラインが出てるので、少しこう厚みがあるような、綺麗なラインが出てるなっていうのが、毎日靴を見ててクブってやっぱすごいなって思うポイントなのかなっていうところです。で、アウトソールに関してもビブラムルじゃないですね、ダイナイトのラバーソールを使用しているので、うん、比較的実用的な、靴なのかなっていうところではあるんですけども、クブ仕立てなので履き始めからある程度柔らかいですし、クブのちょっとしたポイントというか、若干こうリブを使わない分地面が近く感じるというか、足入れた時に底と地面の距離が近いように感じるんですけど、これラバーソールにすることで少しその辺も解消されるんじゃないかなっていうところで、考えられた、一足なのかなっていうところで、うん、もうこれ一足あれば正直もう死ぬまでストレートチップいらないかもしれないですねっていうぐらい使い勝手のいい、ストレートチップ友次郎、はい、ライニングもやっぱそれデュプイです、はい、ライニングもデュプイです。続きまして、はい、続きましてこちらですね、こちらは、匠友次郎ですね、はい、出ました匠友次郎、はい、先ほどの友次郎と何が違うのっていうと、まあ、一番分かりやすいポイントはやっぱこのシームレスヒールになりますね、うん、でこちらに関しては既製品の匠友次郎よりも、まあ、ここも製法ですね、クブ仕立てっていう形で、うん、フレキシブルグッドイヤーから、まあ、さらに人の手が多く入った、クブ仕立てを、お選びいただいてまして、こだわってますね、はい、で使用のポイントはやっぱりヤハズコバ、ハンカラス仕上げのヴィンテージスチールっていうところ で、うん、でアッパーは先ほどと同じボーシューベルニーですね、人気ありますね、うんうん、アースのボーシューベルニーを使用している革で、この革の特徴は、本当黒光りしてるなっていう結構深い黒ですね、うん、マットな黒っていう言い方もあれなんですけど、これ履き込んでいって磨き込んでいくと結構しっかりツヤが出てくるので、育てがいのある黒なのかなっていうところも、一つのポイントになります。クブ仕立ての、匠友次郎、匠友次郎、はい、続きまして、はい、続きましてこちらはフレキシブルグッドイヤーの、はい、匠友次郎、はい、ですね、でサイズが 6D っていうことで、少し幅の細い、木型を採用しているような、タイプになります、はい、でアッパーの革はこちらもボーシューベルニー人気だな、3連チャン、ね、3連発ですね、はい、で人気の革になりますね。でライニングもデュプイのライニングを使用していて、アウトソールは、レザーソールですね、ベイカー社の、そうですね、ベイカーですね、はい、ベイカーのソールは少し匂いが特徴的な、ソールになりますね。でオークバーグになるんですけど、よく接客でも言わせていただくんですけど、きっちりと目が詰まってて耐久性が高い、うん、でもしなやかっていう、うん、謎のコメントをいつも残してるんですけど、ツンデレですね、はい、ぜひ履いていただきたい、履けば分かる、はい、ツンデレソールということですね。その匠友次郎幅張りしてます、左足外側に、あ、本当ですね、見て分かるんだ、幅張りしてますね。でやっぱパターンオーダーの一つのポイントで、こういうオーソドックスなデザインでもより足に合わせていただけるっていうのが、やっぱ山陽山町のオーダーの、まあ、特徴的な一つなのかなっていうところで、うん、本当小指一箇所、悩みが解決できるっていうようなところでもあるので、その辺も足のお悩みはぜひご相談いただければなっていうところですね。
はい、はい、で次も匠友次郎、はい、フレキシブルグッドイヤーですね、はい、でこちらに関しては黒じゃないんです、うん、イルチア社のラディカですね、通称ミュージアムカーフを使用した人気です、ね、ダークブラウンのお色ですね。でまあ、なんといってもあのもう結構比較的皆さんご存知になりつつある市民権を皆さんご存知、はい、市民権を得ているようなあのこれ産業山町だけでなくいろんなブランドでこの革は今使われていると思います。でやっぱりこう村感があるのであの靴になった時にこう少しこう陰影が効くというか立体感が出るというかあの非常にこう雰囲気のある靴が仕上がるタイプですかね。でこちらに関してはレザーソールですねのハンカラス仕上げっていうところで非常に綺麗にまとまった靴になります。でサイズが 5D ということで小さいですね、うん、なかなかあの既製靴だと、ね、サイズ探すの多分難しいお客様なのかなっていうところでいくとあの、ね、足に合う靴をあのぜひ履いていただきたいっていうところでこの靴がきっちり足に合うと嬉しいなというふうに思います。ミュージアムカーフを使用した匠友次郎ということ で、こちらは、これも同じくストレートチップなんですけどもレベルソですね、はい、あの縫い目が表に出てないようなレベルソの仕様になっている、匠翔一郎、はい、匠に匠一郎と書いて匠一郎ですね。何言ってんの、はい、分かりづらいから逆に匠翔一郎でいいじゃん。匠翔一郎になりますね。でアッパーの素材は、細かい脂肪ですね、水脂肪一方向に、脂肪が入っているマロカーフですね、はい、マロカーフ、あの山町だと極みのクオリティに使用している、マロカーフを使用していましてでライニングもデュプイになってまして、うんはい、アウトソールこれオークバーグですね、はい、ベイカー社のオークバーグ でヴィンテージシールということで、もはや極み翔一郎ですね。そうですよね、はい、むしろヴィンテージついてるから極み超えてる、はい、既製品にしようかなって思うぐらい素晴らしい出会いで出来上がり素晴らしい出会い、うん、いや素晴らしい出会いですよ靴は、うん、素晴らしい出来上がりだなというふうに思いますね。これあったら売れるんだろうなって思っちゃうような、ね、あのやっぱり、存在感あるいい仕上がりになってますね、うん、でマロカーフの特徴はこの脂肪なんですけど、まあ、パッと見スムースにも見えますしこの脂肪があることであのこれさっきからカメラ越しでも分かるなと思ってたんですけど結構ツヤが発色があるというか、うん、ツヤが思いっきり出てるなっていうところであのやっぱいい革だなって改めて思うような高級感がありますね。ですね。で足当たりも実は柔らかいんですよ。なので履き味も、非常にいいんじゃないかなっていうところで、匠翔一郎改め極み翔一郎やめなさい、はい、をご紹介させていただきました。はい、でこちらも、ストレートチップなんですけども、はい、こちらは木型が3010という3010、はい、セミスクエア2になっているタイプの、トモヤ、はい、ですね。でこちらの特徴はアッパーの素材がデュプイ社のシャトーブリアンですかね、はい、でシャトーブリアンの特徴はやっぱこう、まあ、細かい肌目というかキメの細かそうな革ですねやっぱりねになっています。でこちらの靴に関してはハーフラバーも貼られていて、まあ、履き始めの補強なんかもしっかりできていますしあの非常に雰囲気のある靴ですよね。でスクエア2ってあの結構まあ、今世の中的にラウンドというかやっぱ圧倒的に多いのかな、うん、履いてる、靴を履いてる革靴を履いてる方もそうなんですけど、うん、このぐらいのセミスクエアだと何でしょうねちょっと本当やっぱクラシックな、印象にもなりますし、バランスも非常に合わせやすいバランスに、仕上がってると思いますんであのぜひねあのラウンドばかりではなくてこういうスクエアっていうのも のありますよっていうところをご紹介できればなというところ で、うんそうですね、シャトーブリアンを使用した、トモヤですね、はい、3010、をご紹介させていただきました。底材ベイカーそれもフレキシブルでした。底材ベイカーでフレキシブルです。丸パクリってここしか見えてないんでちょっと分かんなかったです。分かんないですよね、はいはい、ということであのストレートチップ 1,2,3,4,5,6 足、ご紹介させていただきましたがあの、まあ、同じデザインでわーってきたんですけどやっぱちょっと違いますよね。うん
やっぱ一つ一つこう思いが詰まっているというか、まあ、製法もそうですし使用感もそうですし、あとは革の素材感もそうですし、同じ黒でもやっぱり黒みが違ったりだとか、色を変えるだけで雰囲気がだいぶ変わったりだとかっていうのもあるので、まあ、革靴の基本の木はストレートチップで、三重山町といえばストレートチップっていうところで、はい、ストレートチップ6足ご紹介させていただきました。はい、どれもいい靴。はい、次行きましょう。次行きましょう。じゃあちょっとうちの浜田の疲れが見えてきたところで次の紹介に行きましょう。まあ全然疲れてないんですけどね。嘘つけよ。はい、じゃあ疲れてんじゃねえかよ。次は何、これカテゴリー。次はスムースの、はい、ストレートチップ以外のバリエーションデザインです。はい、かしこまりました。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速行きましょうか。早速行きましょう。はい、こちらですね、トモサブロ。トモサブロですね。トモサブロ、もともとトモサブロはストレートチップのレイジーマンなんですけど、うん、こちらのデザインに関しては、キャップにメダリオンを追加されているのと、製法がくぶ仕立てになっているのと、うん、ね、はい、あと一番の特筆すべき点はパッと見オーソドックスな、これシャトーブリアンの某シューベルニーです。某シューベルニーの黒なんですけども、内側のエラスティックだけこれ色変えてるんですね。内側のエラスティックだけ、これラディカのバーガンディかな。そうです、ラディカバーガンディ、はい、っていう非常にこだわりが詰まってますね。なので普通に履くと内側なんてそんなに目立たないんですけど、うん、ね、やっぱ見るとこだわりがあるっていうようなところで、でくぶ仕立てなので非常にラインもしっかり出ていますし、美しい靴が出来上がってるのかなっていうところで、アウトソールは、オークバーグの、ハンカラスっていう形で、はい、仕上がっております。トモサブロを、メダリオン追加と、あと左右甲乗せしてます。それそうですね、甲乗せはね、さすがにパッと見じゃ分かんないんだよだから補足してあげてるじゃん。はい、左右甲乗せしてますはい、っていうところでトモサブロですね。はい、トモサブロ。はい、で次が、匠元禄郎、はい、ですね。大きいサイズですね。サイズが9の F F ウィズですね。少し幅の広いタイプの木型で、これ幅張りもしてるのかな、右足。そうですね、右の外側幅張りしてますね、っていうタイプですね。でアッパーの素材が、マロカーフ、マロカーフですね。で、まあ、マロカーフやっぱ黒光りしっかりしているようなデザインで、製法はフレキシブルグッドイヤーですね、はい、でアウトソールはレザーソールという形で、綺麗な仕上がりになっていて、コバもヤハズのコバになっているので、うん、比較的これも極み元禄郎に近い仕様になっているのかなっていうところでやっぱりこの幅が広い、木型にさらに幅張りもできているので、きっとこう右の、負担なんかもかなり軽減される仕上がりになってるんじゃないかなっていうところと、靴本来の美しさっていうのは担保されているので、うん、非常にいい靴の仕上がりなのかなっていうところで、マロカーフを使用した匠元禄郎ですね。はい、で次が勘三郎、勘三郎ですね。でこちらは分かるかな、ミュージアムカーフイルチャのラディカのグリーンですね、うん、グリーンですね、はい、すごい綺麗に緑出てるんですけど、うん、結構ちゃんといいムラが出てますよね、うん、しっかりムラも出ていて、で特徴的なのはこれはコバは黒なんですね、黒で締めてるような印象ですね、うん、なのでこうしっかりと締まった印象もありながら、このグリーンの風合いっていうのも出ているので、非常にこうオリジナリティのある靴が出来上がってるのかなっていうところです。でアウトソールに関しては、ハーフラバー、ビブラムタイプを、つけていただいていて、非常にこう実用性もある合わせが、グリーンなんですけど意外と合わせしやすいんじゃないかなっていうような、うん、仕上がりですね。スキンステッチの U チップ、勘三郎の、ミュージアムカフラディカグリーンですね、はい、
男性の方緑好きな人多いですよね。グリーンは今回は特に多いんじゃないですか。そうですよね、うん、何でしょう、明るすぎるとねちょっとあれかもしれないですけど、うん、結構それぐらい深いグリーンだったら黒と近い感覚で履けるからいいんじゃないですかね。そうですね、深いグリーンは黒と近い感覚で履けるということでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次行かせていただきます、はい、V フロントプレーン2、十字路ですね、重い次路ですね。違います？合ってますよ。合ってます、十字路ですね。でこちらのデザインの特徴はアッパーはこれマロカーフか、リプリのマロカーフを使用していて、アウトソールがビブラムのラバーソールになっています。で実はですね、十字路ってブランド創設の時からいるんですよ。あ、そうなんですか、うん、外バネの V フロント三欠のタイプですね。で既製靴でも何度か、展開もありますし、根強い人気があるモデルなのかなっていうところですね。でやっぱマロカーフってこのシボの感じが結構この面積が広い革だとより際立ちますよね。確かに、うん、これパーツ、まあ、前と後ろの、3パーツになってるんですけど、やっぱりこうプレーンなんですごいこう光沢もしっかり出て、いい仕上がりの靴だなと改めて。十字路いいですよね、既製靴でもやりたいぐらいですね、うん、っていうところで、V フロントプレーン2の十字路、くぶ仕立て、くぶ仕立てでした。はい、ディプリの黒のラインにですね。あ、そうですね、リプリの黒のライニング早々に売り切れてしまいまして、ね、はい、人気で、うん、はい、じゃあ次行きます。はい、ここから木型が変わるのかな。ここから木型が変わるのです。はい、R309 スクエア2ですね、うん、を使用した匠金之助、匠金之助の、シャトーブリアンのブラックですね、はい、既製品だと、ネイビーとバーガンディのミュージアムカーフを使用しているんですけども、黒にするとかなり正統派な雰囲気になるのかなっていうところで、うん、キリッとした表情ですね。はい、デザインのこだわりのポイントは、まあ、やっぱりまずはここの一枚革をつまんでアデレードを表現しているっていうような、ところと、あとは一枚革なんですけどシームレスの仕様にしていて、内側目立たないところでつなぎを入れているっていうようなこだわりが入ったデザインになっています。でこちらも矢はずのコバにしていて、アウトソールがレザーの、これベイカーかな、いやこれレギュラーですね、これレギュラーです、はい、のアウトソールを使用しています。で309なので少しシャープな印象にもなるので、まあ、よりこういう一枚革のエレガントなデザインにはマッチするような、デザイン、木型なのかなというところで、309を使用した金之助、はい、匠金之助、右足外側幅張りしてます、右足外側幅張りしてます、はい、はい、拍手をありがとうございます、はい、考えるの放棄してるでしょ。はい、どっちの、はい、次いきますよ、はい、次いきましょう、はい、次がですね、先ほど、三欠の V フロントプレーンというの十字路のモデルが出てきたと思うんですけども、はい、そちらの309バージョンですね、十之助、はい、外バネの、V フロントで、パターンなんかも若干十字路とは変えてはいるんですけども、まあ、似たようなデザインになります。でこちらの特徴はまずアッパーですね、うん、デュプリ社のプーマ H と呼ばれる、まあ、簡単に言うと水に濡れても革質が変質しづらいっていう加工が施されている革になっているので、ハイドロフューズ加工でしたっけ、ハイドロフューズ加工ですよ、はい、まあ、車みたいな加工になってるんですけど、ね、になっていて、なので雨の日なんかも履きやすい、素材なんですね、うん、なんですけど結構撥水加工されている革とかって比較的ちょっとこうエレガントさがないというか、ね、少し、はい、マットな印象があるんですけど、こちらの革はかなり本当ボックスのカーフに近いような見え方の、うん、するタイプ で実際磨いてもすごいしっかり光るので、パッと見はそういう加工がされている革には見えないようなタイプ でお客様は雨の日に履きたいでしょうね、きっとね、うん、雨の日も気にせず履きたいということで、うん、ダイナイトのラバーソールになっていて、うん、でヒールも、プラスオプションでシームレスヒール、はい、
になっているので、ここはこだわりがかなり入っているタイプで、製法もフレキシブルグッドイヤーですね。はい、はい、フレキシブルグッドイヤーのタイプで、履き始めから履きやすい、雨の日も安心して履ける、エレガントな靴ということで、十之助、309のデザインになります。はい、ストレートチップとはね、全然印象が違う靴がパッて出揃ってますけど、いろんなデザインあるのをやっぱ見てて楽しいですね。そうですね、同じ黒でもやっぱ全然違いますし、デザインも、それぞれ特徴があるタイプですけど、やっぱプレーンなデザイン人気ですよね。なんかそうですね、そのデコラティブというか、その穴飾りがない、結構シンプルなモデルが多いですね。そうですね、デコラティブではないデザインが多いみたいです。デコラティブすげえ言い直すじゃん、はい、ということで、先ほどはスムースのストレートチップをご紹介しましたが、はい、今度はスムースの、いわゆるオックスフォードデザインな、シンプルなものをご紹介させていただきました。はい、はいはい、ということで、総勢28足モデル、いやー圧巻でしたね。圧巻でしたね、はい、ご紹介させていただきました。で、まあ、今までね、静止画、ではお客様のオーダーいただいた靴を、あつらい靴図鑑という形でご紹介させていただいてたんですけども、はい、たまたまタイミングよく、そうですね、一気に上がってきたので、本当タイミング良かったですよね、はい、これ検品するの大変だなと今思ってはいるんですけども動画でねご紹介ができたので、やっぱ動画の方が革の質感だったり色味もそうですし、靴の雰囲気っていうのも伝わりやすいのかなと思いますので、ぜひ動画をご視聴いただき、こういったのも作れるんだっていうのを思っていただき、またぜひお店の方に足を運んでいただければなというふうに思っております。はい、長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。こちらの動画が良かったと思う方はぜひいいねボタン、グッドボタン、いいねX じゃん、いいねという気持ちを込めてグッドボタンをね押していただいて、高評価いただいてチャンネル登録をしていただければと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。